ございます。達也です。もう寝起きみたいな顔してんじゃねえよ、お前。寝起きだろ。昨日の夜からこちらに来てまして、セミの音でちょっと今うるさいから聞こえるかわかんないけど、うん。セミのミュージアムに来てます。うん、セミのミュージアムね。朝からね。うん。本当セミって奥深いね。深いでしょ。さっきお前習っただろ、セミの鳴き方はこういう感じですって。習った。ちょっと一回やってみろよ。ミン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 。あー、やらす。今福岡にいるんですよ。そう、福岡。昨日の夜から出発して、今日は福岡でとある仕事が入りまして、僕の中でも初めての仕事なんですけど、はい、はい、まあ、僕の仲いいフライズっていう、あ、はい、レオ分かるでしょ。うん、そう、レオ福岡出身なんだけど、まあ、レオの紹介でちょっと、はい、今日ね、音楽の仕事をいただきまして。お前格闘家だろ。おい、なんでお前音楽の仕事もらってんだよ。音楽の、まあ、スペシャルゲストとしてね。おお、イベントのマジかよ。レオが出るイベントのスペシャルゲストとして、はい、まあ、その審査員をえやらせていただくことになりまして。審査員、要は一般の方が歌うってことじゃん。カラオケ大会みたいな感じ。カラオケ大会とかのコンテスト、歌のおお、賞金も出るみたいなんですけど、審査員をその仕事をやってもらえないかということで。すげえね。まあまあ、休みを設けて今日福岡に来ましたよ。すごいね、はい、なかなかないね、そんなこと。まあ、なかなかないよね、格闘家で。まあ、ただね、まあ、その様子も YouTube でちょっと、まあ、撮っていこうかなっていうこともあるんですけど、はい、まあ、それ以外にちょっと、まあ、はい、福岡での、まあ、出来事をね、まあ、Vlog チック的な感じで、はい、まあ、撮っていけたらなと思うんで。そうだね、福岡はよく来る。そう、俺福岡に結構縁があって。あ、そうなの。そう、応援してくれてる方もたくさんいて、あ、スポンサーの方もね、はいはい、たくさんいるから、まあ、福岡は、まあ、よく地元名古屋よりよくいるかもしれない。マジで。じゃあ結構福岡詳しいんだ。まあ割と。あ、けど、まあ、そんなかな。あ、そんと。そんとってもう少ししたらリフライズの2人が。そう。あ、2人。あ、多分今からはレオだけかな。じゃあレオ君もちょっと映しつつ、はい、今日はちょっと今から旅して、そうです、夜イベントの、はい、お仕事があるということで、じゃあ、福岡の旅、スタートしていきましょうか。そうです、行きましょう。お楽しみに。あっ、福岡です、レオです。おお、今日はね、福岡をアテンドしてくれる。アテンドって、おい、アテンドの言い方よ、言い方が悪いな。早速、はい、進めていきたいと思います。 OK、はい、いや、今どうですか、福岡。え、福岡はやっぱ最高だね。福岡最高。好きだよ、本当に、レオのおかげで。めちゃくちゃ嬉しいですね。でも福岡結構好きって言ってくれる人多いんで。いや、福岡嫌いな人いないっちゃない。福岡なんかご飯も美味しいし。そう、ご飯も美味しいじゃん、人がいいじゃん。いや、なんか本当に僕も福岡いろんなとこ行くんですけど、やっぱ福岡が一番いいと思うんですよ。あ、落ち着く。はい、住むのもやっぱ。なんで人がいいの、福岡は。え、それもう出会ってる人じゃないですか、もう普通。あ、そういうこと。悪い人は悪い人。悪い人は悪い。あ、そうか。え、東京そんな悪い人多いですか。わかんないけど、そうなってくるとあれだけど。福岡に来て、一発目、温泉に行きたいっていうことで。どこにでも行けるんだけど。行けるんだけど、ちょっとね、疲労が溜まってて、そのレオに温泉行きたいっていうことって言ったら、まあ今から温泉連れてもらうことになったんですけど、あ、俺ちょっと待って、俺この温泉行ったことあるぞ。多分。マジで。え、あのとこ？左側。うん、あります。あるっすか？良くないですか？めっちゃ良かったです。試合俺さ、福岡で何回かやってんじゃん。あー、そっち。そう、うん、水抜きできた。だからちょっといいイメージはまだない、苦しい時に来たから。え、水抜きって大体サウナどんぐらい入るんですか？3時間ぐらいこもってた俺。え、で、入って出て入って出て。あ、その繰り返しを3時間ぐらいおった。3時間ってどんぐらい抜けるんですか？大体2、3キロぐらい。やばいっすね。一応飲みながらだから、ちょっとずつね。あ、水は一気にやると倒れちゃうから、うん、俺はこうちょっと飲みながらも落としてみたいな。え、でも塩ずっと抜いてるでしょ。塩はもうもちろん抜いてる。だから汗は出やすくなる。汗めっちゃ、そう、出るけど。うわ、そうで、そこのね、そういう思い出がある。あ、じゃあ前日計量の前に来て。そうそう、前に来ての前日か。そう、ま、あ、近いでしょ、福岡国際。近い、少し。そうだよね、だからだってことで、早速、まあ、温泉に朝一で来て、はい、ちょっと疲労回復してからちょっとまたぶらり旅しようかなと思います。どこでも、はい、連れて行きます。お願いします。またです。お風呂も入ってさっぱりしたんですけど、
達也がいなくなりました。お風呂でさ、いなくなるなんてありえるかっていう話なんですけど、頭が痛いですよ僕は。まあ達也をちょっと探していきたいと思います。バカ、本当にどこにいるんだよ本当によ。うわ、いた。マッサージしてんじゃねえかこいつ。これ、達也か。うっ、こいつマッサージしやがる。マッサージするよ。くっそんなの、ずっと探してたじゃないかよ。休みだからね。一言言うよな、マッサージ行ってくるとかさ。休みするよ。あ、そうか。まあ、じゃあごゆっくり。はい。なんだよ、ここで。ここはマジで食べる。あの、さっき言ってたじゃん、ご飯か冷ややっこが選べる。すごいね、そういうお店なんだ。そういうお店です。あのトレーニングした人がこう帰ったりとか。確かにご飯じゃなくてやっぱ冷ややっこ。今日は、まあ、イベントですけど、あれ、リフライズは今日歌う。今日は歌います、ライブで。はい、おで、やっぱあのたっちゃんになんか歌ってほしいなっていうことで。えやめて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 、怖い怖い。今日ちょっと一つかましましょう。やっぱせっかく YouTube 回ってるんで、審査員の挨拶みたいな自己紹介の時とかにちょっとなんか一発アカペラでガツンとかましちゃってくれよ。やばいって。じゃあまあ今日はカラオケ大会ということでみたいな感じで僕もちょっとあのワンフレーズとか歌わせてもらいますって言って、急に許可も取らず急に審査員的になって立ち上がって歌い出すっていう。森の熊さんだよ。いや、あの桜坂お前は無茶振りや。うつぐ歌えないじゃん。いやいやいや、うつぐ言ってたら出たいって言っとったよ。いやいや、出てほしかった。そうだ、俺ももうちょい早くあれしとけば、ね、しかも賞金も、うん、賞金も出るから。1位がいくら。10万。やばいっすよ。だから2位でも5万っすよ。でも審査員2人俺に入れること確定じゃん。出たら。いやいや、やらせはしない。やらせじゃない。本気でやりますよね。本気だよね。うわ、来た。これやばい。うわ、これやばい。これひっくり返してみて、これさ、ポケでもない、長い、これ、ドンじゃないんだ。まあ、しょうがない。もらい出すけど、なんか俺らにやってるな。あ、そうだよ。はい。これじゃん。もうそのままでも、傾けて。もうそのままでも、レア。そのままでもいいんで、レア。傾けてって、俺は、いつも。上に。焦げないよ。レアです。生で、レアです。いや、もう上に傾けて。もういっちゃって、もういっちゃって。いただきます。いいな、どう？おいしい。うまい。原料や原料。うまっ。ご飯を。大中小になります。これ、でもなんか、不便がありますか？確認してまいります。やばくないですか？うまい。え、今、360g です。うわぁ。360いけたな。失礼します。360いけたし。パン熱くなっておりますので、お気をつけください。俺も生がいいんで、これが、これをこう上に重ねるんですよ。うわぁ、すげぇ。食べ方としては。こうすると焦げないんで。ガツンといっちゃって。行きましょうか。最後。行きましょうか。みんなが。減量しているたっちゃんの横で大盛りのご飯、行きましょうか。絶対うまい。うまっ。はい、うまっ。うまっ。おいでやん。うまっそう。うこれが一番の減量食です。ラーメン食いたい。うん、ラーメン食べたいです。うまい。でもこれマジで美味しいっす。これいいね。いやー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったな。お腹いっぱい。天気もいいね。お腹いっぱいです。お腹いっぱいだね。めちゃくちゃお腹いっぱいだ。あいつ、おい、おい、おいわお前、何してんだよ。おいもう何してん、それわざとか。何がわざとか。何がお前気づいてないんか。何がだ。見ろおい、マイク、暑いな、今日な。今日めっちゃ暑いわ。これめちゃくちゃ暑い。アホか。暑い。アホかってね。おい、お前アホか。何が。え、何が
お前ずっとそれつけてたぞ。いや言ってただろさっきから。いやめちゃくちゃ言ってるぞ。はっきり言えよ。俺お会計してる時もずっとつけてたってこと。そうだよ。ちなみに今日あれだよ、ライブハウスとかじゃなくて西鉄ホールって言ってキャパ600人ぐらいのホールですから。そうそうです。そうなのじゃねえよお前。お前が出るイベントだろ。結構大きいホールだからまあ頑張ってよ今日は。本当に任して、はい、大丈夫だ。俺はどこでも何でもできるんで。じゃあ準備をしていきましょうか、はい、準備しましょう。はいはい、到着しました会場にね。めちゃくちゃ綺麗だね。ね、西鉄ホール、これが入り口か。じゃあ早速入りますか。はい、機械室入りますか。機械室、機械室準備してるんで。うお、はい、こっちじゃ、こっちじゃ、はいはい、その立派な会場だ。はい、すごい。あ、ピンクワードにやるってる。おはようございます。おはようございます。機械場の様子はここから多分ステージに上がって、うわ、おー、立派ですね。広い、めちゃくちゃ広い会場ですね。ここで達也が歌うと。俺歌うんでしょ。どんこ俺歌う。でもさ、ここでファイベントやりたいね。こういう大きいところでさ。確かに。どうよこれ。福岡イベントやった時にさ、レオに来てもらって。そうだね、まあ、リフライズの力を借りて、力を借りて福岡で開催しました、うん、ここでやりたいね、めちゃくちゃ。マジで目標ここだね、福岡で。ここやりたい俺もね。だからお前がさ、まあ、9月 K1 ベルト取って、うん、やろうよ、やろう、うん、勝手に決めちゃっていいの福岡で。はい、お岩選手どうだったでしょうか。いやもう涙、マイク使わんかお前。涙がちょぎ、うん、入ってないんだな。涙がちょぎれそうですね、本当にいい歌を皆さん歌ってもらって、この一発目でこんないい歌が流れるってことは、後半ちょっとこれはもう楽しみですね。はい、大丈夫かな。まあ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 こんな感じですね。まあそうだね、本当に思ったことは多分言えばね、嘘なしに言えばいいと思うから。ちょっとでもね楽しみだね。そうだね、まあ、いろんな人が多分何人も多分歌うから、うん、まあ、ちょっとあの権利上ね曲歌ってるとこはちょっと流せないんですけど、うん、まあ今日はしっかり審査員として頑張って。わかりました。大谷達也選手、K1 の、もうプロの、はい、チャンピオン、チャンピオン、今度はあの世界トーナメントが決まってるんです。おー、すごい、はい、チケット欲しい方はね、はい、ありがとうございます、お願いします。あとで LINE 客もお願いします。ここから本日のスペシャルゲストをお迎えしたいと思います。皆様拍手でお迎えください。それではスペシャルゲストの方、お願いいたします。
たいと思います。パパ、素晴らしい。レベル高いね。レベル高い、レベル高いっていうか、なんだろうな、なんか目の前の子を聞いてて、なんだろう、グッとくるよね。まあ、歌も歌声とかも、まあ、表現力とかもこう、まあ、審査してますけど、なんかそういったものを感じるんだけど、それ以上になんかここにかけて一歩こう踏み出してこういう、ね、イベントに出ようとしてる姿、みんな緊張してるし、手震えてるし、近くで見るから分かるんだけど、でもそれなのにこう、ね、挑戦をしてるみんなの姿にちょっと、ね、感動しちゃいました。勇気もらうんじゃない？勇気もらうし、普通に感動しました、ね、いいね。なんかいいね、こういうのね。なんかちょっと初めてやりましたけど、まあ、まだも中間だからね、まあ、あとまだ半分ありますけど、楽しみですね。おはようございます。あれ、こんにちは。うちらまですごいね。すごいね、達也うちは持ってきて、ファンの方が、ファンの方、俺そんな、うん、今回一応スペシャルゲストだったから告知してなかったんだけどね。あなたの好きな花は何ですか。エントリーナンバー9番、柏木遥香さんです。おめでとうございます。それでは柏木さんにぜひ中央へお越しください。優勝の柏木さんにはスペシャルゲスト大岩達也選手から賞金10万円が授与されます。柏木遥香さん、おめでとうございます。それでは一言コメントをお願いいたします。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日は本当にありがとうございました。いや、ありがとうございました。さすがスペシャルゲスト。いや、いやいやいや、説得力が違いましたね。もうね、もう本当に面白くて。いや、何をしますどの辺が面白い。いや、あのなんか、っていうより、あのコロナの時期ですけど、はい、大丈夫ですか。この、なんていうんですか、影響なかったですか。何言うてんの。何系ですか。ちょっと振り返ったな、俺。え、振り返ったな。あ、なるほどね。なるほど。いや、まあ、僕もね、はい、結構なんですか、ワクチン打たせていただいて、はい、まあ、いろんな副作用があった人もいたみたいですけど、はい、そうっすよね。僕もね、いろいろ打った直後でもう全然副作用とかも何も何もなく、全然熱も出ず、ケダルさんも特になかったんで、もう全然僕は体質の喜びです。僕は全然大丈夫でしたね。副作用もなく、うん、ハゲとるやないかい。あー、ごめんなさい。これただこのままちょっとあれなんでね、3秒時間もらっていいですか。3秒いいですか。はい、1、2、3。別人生。ありがとうございます。すげえ、すごい。カトゥーンの亀梨くんと同じ36歳。こっちはね、亀梨くんでございますけどね。最高です。ありがとうございました。パワーでいった、はい、パワーでいきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スヌーピーメタルランくらい。すげえ。メタルランみたいなのさ。ありがとうございます。2番か。また夢で会いましょうね。また会いましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様でした。思ってた想像以上よりすごい良かったですね、イベント自体が。イベントが、でしかもなんかまだこれ第1回目、うん、っていうことらしくて、まあ、今回コロナの関係でちょっと人数も増えて、まあ満員ではなかったんだけど。人数も増えたらおかしいだ。人数も減ってでしょ。いや、コロナの感染者数が増えて、うん、あ、そっちね。そう、全体的にみんな歌うまいのはもちろんだったんだけど、なんか本当にこうそれまでのこう準備とかさ、みんなそれに思ってさ、こう、ね、練習してくるわけじゃん。それを今日この舞台で出すっていう、なんていうの、その意気込みというか、この気持ちがみんな目の前で見ててすごい伝わってきて、俺も勇気もらったし、だしやっぱ音楽ってなんかもうめっちゃパワーもらえるよね。そうだ ね、それを改めて感じた俺。うん、なんかこれをね、またね、1回で終わらずに第2回で3回、まあ、第4回でずっとなんか続けてほしいなって俺はめちゃくちゃ今回、まあ、参加して思ったね。まあなんか第2回、3回とやっていくみたいな感じで言ってたから、まあ第2回ちょっと俺もマジで出たいなって思った。そう、それね、俺ちょっと思った。俺もマジ思った。あの、見つけててほしいなと思って、うん、
次はマジで応募する。ちょっと今回さタイミングが遅くて、うん、急遽だったしね、うん、そう、まあでもね本当こう初めての経験もさせてもらってどうだった俺の。いやでも案外ちゃんとまあコメントできたたんじゃないかなっていう。いやでもあの芸人の方がいて、そうだね、あのすごい助けられました俺は。もうあの的確なツッコミ、的確なツッコミおもろい、助かった、おもろい、うん、おかげで。まあでもまあ俺も面白かったしよかったっす。まあ福岡、まあ一日過ごして、まあ明日帰るけど、まあちょっと明日もね、うん、少し回しつつ、はい、今日ちょっと帰ってゆっくりしましょうか。そうしましょう。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。またおはようございます。おはようございます。福岡最終日ということで、はい、今からキックボクシングの練習。そうですね、だから練習行ってって感じです。まあレオが行ってるジムがあるんですけど、はいはい、まあそこをなんかあのミット持ってくれるトレーナーさん用意していただいてくれて、ありがたいね、はい、ありがたいですね、うん、まあ、なんか地方行ってもやっぱね練習できる環境があるっていうのは選手だと本当にありがたいことだし、さすがですね。出発は今日、東京に帰るのが夜8時ぐらいで、ちょっと時間があるから練習したいという、はい、そのやっぱ思い、プロだね。まあでもまあ、いや当たり前です、練習はしないとって感じです、ね、そうだよね、はい。めちゃめちゃ汗かいてるね、ありがたいですね。次はスパーリング？わかんない。いや、レオのスパーリングだし。うわっ。KO されに来たんで。ブレイキングダウン。そう、はい、ブレイキングダウンみたいな感じ。素人がプロに挑むみたいな。おお。あ、蹴りやりでやる？はい。蹴りやりでやる。あ、パンチだけでいいですか？怖いんで。さあ一発ぐらい入れて、うわボディまだ1分経ってないっす。あっあっダウン、ちょっとダメだ、あと2分。ナイス、よいしょ、ダウンダウンワン、ダウンダウン、お本当にきついですね。はい、ほんとにまだ1割しか出ない、これってまだ終わって、あ、30、ラス30、あ、練習お疲れ様です。ここが僕のあれですね、うん、早い、はい、あのね練習終わって、あのレオがあれ、が、あ、さっき途中で待機した人、練習ってやっぱ効率が大事だと思うレオがどうしても連れて行きたいところがあるんですよって、うん、ずっと前から言ってくれてて、はい、ようやくその日が叶ったんですけど、まさかね船に乗るとは思わなかったですよ。フェリーでね、フェリーで俺とりあえずこのフェリー乗れみたいな、うん、
こと言われたんですけど、なんですか。大島っていう島で、宗像、はい、あの福岡の宗像、はい、市の大島っていう島なんですけど、はいはいはい、もう見ての通り信号機がない、コンビニもない、でもそれが最高にいい。いや、あのもう、うん、トレーニングスポットとしてはもう最高ですよね。確かに、なんかね、空気も全然違うね、急に。本当に、あとやっぱ魚が美味しいんで、今日やっぱ絶対魚は食べてみたい。トレーニング終わったからお腹も空いてるし、ちょっと今日はちょっとドライブしながら。うわ、はい、ドライブって言っても運転するのたっちゃんなんですけど、僕なんかマニュアル、あれじゃあミッションしかないでしょ。まあ、ミッションっていうのもね、なんかまたちょっとなんか田舎っていうか、はい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 、島の感じ、島の感じが、うん、早速行きますか。早速行きますか。じゃあそうですね、はい、スポットを教えてもらいながら、いろいろ先ほど一応観光大使さんが、そう、はい、いろいろ詳しくね、今日お願いします。あ、ここに行きたいんですよ、この海鮮。上京する前に、うん、トラックっていうか、うんちゃんの仕事をした、うんちゃんっていうかパチンコの運ぶ台を運ぶ仕事をして、はいはいはい、あのミッションしかなくて、うん、ミッションよく乗ってて、大型のね、ちょっと大型のね、だから実はね、ミッション運転できるんですよ、割とね、はい、できる、うん、いや、こういうやっぱ田舎道をこうね、窓開けて走るってなんかこう、いいね。いや、最高だよこれ、うん、でも海がさ、すごい青い、青いわ、マルチグリルだ、めちゃくちゃ綺麗。なんか島どころになんか鳥居があるんですね。あ、そうですね。大島ってすごいな。海水浴場ですかこれ。そうです、この大島には何人ぐらい住んでるんですか。600人ちょっとですね。600人ぐらい住んでるんですね。でも信号もないから、そうですね、もうスムーズに。え、交通事故率はどのぐらいなんですか。ほとんど皆無でしょうね。あ、もう分かんない。あ、しても、もう、あれか、あの。もう口で終わりでって感じですね。そうそういうことですね。だからそういう自由がいいよね。人が良さそう、全員事件とかなさそうじゃない。ないでしょうね、多分。誰かやったらすぐ分かるよ。確かにね、うん、すげえ道を走ってる。この中にショットあるんですね。全員シェフに行かれて、ちょっとこの場所、うわ、うまっ、すげえ、うわ、本物。馬初めて見た人が。ええー。すげえとこに入っちまったけど。すげえ。え？ここはもう戦争時代からある場所なんですか。そうここでこう見つけたらこうなんでしょ。沖ノ島に一人だけね、あの、はい、神社の人がいて。で、その様子を日記に書いてるんですよ。でバルチック艦隊と日本がこう日露戦争で戦って、世界で最強の艦隊をやっつけたじゃないですか、はい、それはちょっと本当こうですね、それで日露戦争で見合う艦隊なんですよ。お前、はいって言うけど絶対分かってねえべ。日露戦争ですよ、知ってるよ。はい、あの、はい、あの有名な、こっからこう敵を見て撃つという、いや、すげえ古いところに来たけど歴史的。知って、ここひまわりもあって。あいだ。いや、これはいい。さあ、てっぺん。うおお。このてっぺんに立ってるフラグも今届け。次花で何回目、何回目、うわ、急だ、急な坂、ワンちゃんがいる。やばいっすよこれ。もう我慢できないよ。我慢できないよこれ。いや見てこれ。正面見せてこれ、えぐいよ。海鮮丼。
これ半端ないですね、これやばいです。やばいね。どれが普通よ。普通ですか。やば。トコッとよく入れてやったけど、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こっちだけよ、優しい。やばやばいっすね。うめぇ、新鮮、うめぇ。うわ、動いてる動いてる。何これ。え、動く動く。まだ動くの。素材が、このエビやばいよ。ね、早いね。お腹すいました。がっつり。ね、福岡好きになりました。もっともっと好きになった。うわ、今さっきまで泳いでた。めっちゃ新鮮。新鮮。これさっきまで泳いでた。え？待って続いてほら。うわ。動いてる動いてる。イカはハサミで包丁で切ったりするよりも自分でこうやってね、むしって食べた方が美味しい。かじって食べた方が味が。味噌でもなんでもない。こういうところはね、自分でこうなかなかちぎれんだよね。だから自分でちぎって食べたら美味しい。下品やけん食べきらんやろ。いや食べれるっす。うん、ちぎって食べた方が美味しい。かじって食べたりちぎって食べたりした。ちょっとかじってみてください。その手の先っちょを食べていったらね、ずっと食べていったらもちもちしてくる。その先、このここ先先先食べていけたらもちもちしてくる。グミ食ってみたいな。なんか割れる。動いてる。そうそうそう。そこでくずって切ってごらん。歯で。切れる。うわ、歯が弱いね。うわ、そうやって食べると美味しい。めっちゃくちゃうまい。違うやろか。ただね、先っちょだけはね、手みたいにしとけ。はい、なんか吸盤が、吸盤がジャリジャリと。確かにね。その食感がまたいい。けどね、こうやって手で食べた方がうまい。捨てるところはない。それとここが味噌やから。そうそう、そうそう、そうやって。やっぱ、この今食べたとこもちもちしてる方が島のね、それでここはね、ここの味噌が一番うまい。この味噌が味噌なんですよ、これ。この味噌中がね、内臓体ね。うわ、食べれる。これが一番うまい。食べていいですか。うん、ちょっとつけて食べてごらん。やば、そこ一番うまい。食べれたらね、これがイカの食べ方や。うわうわ、最高。え、どんな味、どんな味。あ、肝みたいな感じ。うわ、全然違うやろか。イカ味噌初めて食べました。あ、本当ね。濃い。うまいね。うまい。これがね、塩辛の。すげえ。あの塩辛の。ああ。これがスルメイカとヤリイカの違いやね。すげえ、ここが本当の天の川で、ここが織姫神社、ここが本当の天の川。すごい。そしてあそこに彦星神社があると。うわ、やべ、帰る時間だ。大島港ターミナル。時間は一瞬だったんですけど、本当あっという間だったね。すごい濃い時間でしたね。街の人もあったかいですし、うん、本当にいい街です。帰ってきましたね。帰ってきましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回そのね、初めてのお仕事で審査員っていう形で経験もさせてもらって、また違う新しい刺激もあったし、なんかまあ、動画でもまあ言ったけど、一生懸命頑張ってる姿にこうパワーをもらったというか、はい、まあ、そういう経験もできたし、でまあ本当、まあ、レオにもこう福岡のいろんな人
たちも紹介してもらったりとか、そうだね、まあ、ジムもねこう紹介してくれたりとか、 島に行って、うん、島の温かさも感じてはしてもらったりとか。そうだね、大島めちゃくちゃ良かったね、うん、いい意味で、可愛い意味か分かんないけど、ちょっとこうなってた部分があったから、いい意味でこの息抜きができたかなっていう。じゃあまた明日からガッと集中して、まあ、試合に向けて練習追い込み始まって頑張ってって感じですか。そうですね、皆さんにねこうたくさんパワーもらったんで、はい、まあ、次俺が皆さんにパワー与えますよ。期待しますんで、はい、楽しみにしてください。じゃあまた明日からいろいろと頑張っていきましょう。はい、福岡最高でした。福岡最高、また次回の動画で、バイ。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。